時に我々は仕事というものは必ず天から降ってくるものだと、いつの間にか心のどこかでそういうふうに錯覚をしているのではないか、ある時そんな疑問を持ちました。そこで私はこの仕事の時間という我々が普段見落としがちな足元にある宝物をもう一回掘り起こしてみよう、そんな観点に立ってこの番組をスタートしました。皆さんの心に迫るものを届けられたらいいのだけど。それでは行きましょう。仕事の時間ズキューン。